ファッツ・ウォーラーは、アメリカ合衆国のジャズピアニスト・オルガン奏者、歌手、作曲家、作詞家。本名は、トマス・ライト・ウォーラーであるが、退職官であり太っていたため、ファッツの愛称で親しまれた。ニューヨーク生まれ、6歳でピアノを始める。1922年に OK レコードから発表した、バーミンガム・ブルーズとマッスル・ショールズ・ブルーズの2曲入りシングルでデビュー。その後、 ビクター・トーキング・マシンでの録音を開始。1929年1月、ウォーラーが音楽を担当し、ルイ・アームストロングが出演したミュージカル、ホット・チョコレーツが初演される。同年、シングル、エイント・ミス・ビ・ヘイビンがヒット。その後も、ハニー・サックル・ローズ等をヒットさせた。1936年には、ウォーラーが俳優として出演した映画、バーレスクの王様公開。 1943年、ウォーラーがキャブキャロウェイ等と共に出演した映画ストーミーウェザー公開。同年12月、コンサートツアーの途中で廃炎にかかり、列車がミズーリ州カンザスシティに到着した頃に、車内で休止した。ありがとうございます。